日銀が個人を対象に行った生活意識アンケートで物価が1年前と比べ上がったと回答した人はおよそ95%に上りました日銀が公表した9月の生活意識に関するアンケート調査で物価について尋ねたところ1年前と比べ上がったと回答したのは94.7%で前回6月調査の95%とほぼ同じでした また、1年後の見通しでは、上がるとの回答が85.6%を占め、多くの人が今後も物価の上昇が続くと見ていることが分かりました。一方、暮らしにゆとりが出てきたと答えた人の割合から、ゆとりがなくなってきたと答えた人の割合を引いた暮らし向き DI は、マイナス47.4と、前回調査から4.7ポイント改善しました。